ニュースポストセブンです。支持率が 32% まで急落した菅内閣、衆院議員の任期満了目前の9月に追い込まれ解散になるのではないかと与野党の意見は一致しています。そこで浮上しているのが安倍晋三前首相の再々登板説。安倍氏の側近によると、安倍支持勢力からカムバックを求める声があることは本人も承知しているが、仮に動くことがあるとすれば9月以降になるはずですとのこと。安倍氏本人も再々登板コールにまんざらでもないようです。ニュースポストセブン。